そしてあいつ滝から吹き込み乗ってクック諸島ラロトンガに戻ってからですね、フィジーのナンディに日付変更線を越えていくわけですね。そして国内線に乗って南の島に向かいます。東部州、東部州のところのカンダブ水路っていう、カンダブ州っていうところの島、カンダブ島のまた小さい島に船で渡っていくんですね。ガロア島っていうところですね。腕に出たラーメンとパンとオムレツのサンドウィッチ、今日の出費 328.5 円。話の隙間、作詞2006年1月30日夕方、雨が降っていたカンダブにて、よちつま。よく見ると話はほとんどすべてつながってはいない気がする。よく考えてみると話を引っ張り合って一番につながりかけたタイミングで近づいた時にみんな飛び乗っている。すべてを理解し合わなくてもそれぐらいでつながっていることにしている。だけれどやっぱりよく見ると話はほとんどすべてつながっていない気がする。僕が気づく前に珍しくつながった話は僕が気づく前にすべてほどけ合っている。話の隙間、僕の恋の話、君の恋の話、僕から見てつながっていると思っていた話だって。だけれどやっぱりよく見ると話はほとんどすべてつながってはいない気がする。月曜日、フィジーカダブ島中心地ブニセアにて撮った写真でございます。のどかな田舎の風景でございますね。このローカル感がたまりませんね。砂利道の道がね、見えております。遠くにね、建物がたくさん建っておりますね。郵便局の前でございます。人の姿がたくさんいるところでございます。魚釣りをした写真ですね。泊まっていたガロア島宿ナクイタアイランドリゾートで撮った写真でございます。ちょっと黒い線が横に入ったような魚が釣れました。泊まっていたところの海の様子でございます。ちょっと石がゴロッとしております。2006年1月31日火曜日の日記、雨が降る日、ノート154ページより、昨日釣った魚を昨日宿の人に見せた時に、今日船で魚を釣らしてくれることになっていたけれど、外は雨が降っている、一人で港で釣っていた、宿の人に見せたらディナーにしてあげると言ってくれた、少し宿で雨が止むのを眠りながら待っていた、少し弱くなった時に目覚めて宿の人を訪ねるともう釣りに出かけてしまったと言われてしまった、今からビーチに行ってみなさいと言われて行ってみた。犬がキッチンからココナッツを盗んできた。中身をペロペロ舐めながらビーチについてきた。兄弟の船に乗せてもらって沖で釣りをしているおばさんの船に乗り移った。魚の切り身で釣りをしていた、いろんな小さい魚を釣っていた。1時間ぐらいたくさん釣った。だんだん雨が強くなってリュックも服もずぶ濡れになった。カメラと携帯をリュックの奥に入れて守った。宿に帰ると全部脱いで洗えるものは洗って干してシャワーも浴びた。夕方まで雨は少し降りしきり、ずっと部屋の中にいた。
少し眠った。起きたら船でお客さんが来て騒いでいた。友達のようだった。夕方に少し雨が止み、また港で釣りをしたが釣れなかった。夕食に朝釣った魚を食べさせてもらった。美味しかった。0円だけだった。作詞2006年1月31日神田無にて。南の島の国の宿を巡ると、古い写真、家族がみんな子供の一緒だった時の頃の写真がよく部屋の、よく宿の部屋にかけられている。ちょっと寂しくなる宿の影だった。南の島の国の宿の中で古い写真、家族の写真に紛れて古い最後の晩餐の絵が写真のように見えて、リアルに晩餐している人たちが未来の人をドッキリに誘っていて、ちょっと怖くなる宿の影だった。去年1月31日に撮った写真でございます。泊まっていたカダブ諸島のガロア島ナクイタアイランズリゾート。窓の外の様子でございます。窓を開ければね、こんなね、のどかな風景が見えたという、その写真でございます。1日、水曜日の日記157ページより、今日は朝から晴れていたけれど、洗濯物はまだ濡れていただよね。少し湿ったジーパンを無理やり履いた。アシナガバチがたくさん飛んでいた。一日中一人で船に乗って釣りをしたが、なかなかうまく釣れなかった。太陽が今日は暑かった。3匹だけ釣れた。優しい水面と山の線を一日中船に揺られながらのんびり眺めていた。夜になると星と共にホタルがたくさん飛んでいた。この島で不自由だと思うのは、やっぱり冷たい飲み物がいきなり飲めないということと、ここに日本人はきっといないと思った。でも、そう考えているのは日本人だけかもしれない。日本のように自販機がどこにでもある国も珍しいんだと思う。でも、我慢していると、それでも別にいいやって思えてくるものがあった。そう思うことで初めて僕は今ここにいれると思った。旅の動画の説明をしましょう。よちつまの南太平洋旅行、2005年の12月ですね。前回の説明の続きまでいきますね。前回はですね、フィジー、トンガ、サモア、ニューエサモア、アメリカンサモア、フィジーに戻ってからのクックアイランドに行って、フレンチポリネシアン、フランス領ポリネシアン、フランス海外共同体、コムっていうところ、49カ国目、のタヒチの南のチューブ。僕はね、当時ね、読めなくてね、タブアイって読んでいたんですけどね、トゥブアイの一番最後の日の空港のところまで、前回の動画が行っていて、その続きですね。で、トゥブっていうところがまずありまして、ここには書いてないけど、オーストラル諸島とかって言ってたような気がしますけどね、忘れちゃってましたね。もう、まあ、そこから飛行機に乗ってですね、タヒチとのパテーテに行って、
1泊ぐらいしたかな、忘れちゃいましたけど、そこからまたニュージーランド航空に乗って、クックアイランドに戻ってきましたね。クックアイランド1回来たんですけどね、また来ましたね。クックアイランド、ニュージーランドと自由連合形態、ニュージーランド王国の構成国の一つ、48カ国含め、南クック諸島の中にあるラロトンガっていうところに行って、国内線に乗り換えてアイツーターキという島に行きました。ラロトンガ、ラロトンガっていうのは首都で、ラロトンガ国際空港があって、中心地がアバルアっていうところなんですけど、そこから飛行機に乗ってアイツタキというところに来たんですね。何にも書いてないけど、まあいいや。アイツタキという島に行ったんですね。で、何泊か滞在してからまたラロトンガに戻って、ラロトンガからまたニュージーランド空港だったかちょっと忘れちゃったけど、飛行機に乗ってフィジーのナンディに戻ってきたんですね。ナンディだよって感じで、フィジーの国内線に乗ってナンディ空港からですね、フィジーは43カ国目なんですけども、東部地域っていう州があって、まあほとんど島、東の方の島と南の方の島含めて東部っていうらしいんですけど、その中の南の方にあるところにあるカンダブ水路、直訳するとカンダブ水路、まあ、カダブ州の中にあるところですね。カンダブ島っていう島があって、その中に、ビュニシ空港があって、で、近くの船着き場から船に乗って、ガロウ島という小さい島に行ったんですね。ここに滞在したって感じですね。で、空港の近くのね、町に連れて行ってもらったこともあって、そこの名前がブニセア、まあ、空港と同じ名前だったような気がします。空港と同じビュニシーっていうところにある空港なんですけどね、ちょっと町と空港はちょっとだけ離れていたような気がしますけどね。で、またガロー島に戻ってきて、そしてまたナンディに戻って、これ空港ね、空港、空港に戻ってで、ビュニシー空港からナンディ国際空港に戻って、でバスに乗ってまたスバに向かったんですね。バスで、ずっと陸路を通っていって、陸路をねずっと通っていってですね、スバの首都のスバに行って、新しい空港券を買ってですね、またシガトンガには泊まらなかったんですけどね、またナンディに戻ってくるというところで今回の動画が終わっておりますね。そんな感じです。